皆さんこんにちは、アップルニストです。本日は少し雰囲気を変えてキーノートのみで解説したいと思います。理由としては、南野選手がスタメンだったエバートン戦とサラー選手がスタメンだったクリスタルパラス戦で少し攻撃の形が違いましたので、その攻撃の形を解説したいと思います。南野選手がスタメンだったエバートン戦です。相手は 4-4-2 でした。基本的な立ち位置はこういう立ち位置だったと思います。特徴的なのが3トップの立ち位置ですね。相手ディフェンスラインの間に3人がポジションを取る。幅を取るのは高い位置を取ったサイドバック。中盤はアンカーインサイドハーフという形というよりは、トリプルボランチのような立ち位置だったと思います。狙いとしては高い位置を取った右サイドバックにボールが入った時に南野選手の特徴を生かした攻撃の形があったと思います。南野選手は基本的に高い位置に入ったサイドバックに入った時はワントップと一直線のラインにポジショニングを取っていました。なぜかというと南野選手にボールが入った時に相手が食いつけばそのままスルーをして3人目でゴール前に侵入する。ここに入った際にセンターバックが食いつかなければフリーで運んでシュートできますし、シュートを打たれたくないセンターバックはいつか食いつくので、そうなった場合はこのようにワンツーで突破することができます。でここに入った際にもしサイドバックが食いついたとしたら、ここのポケットにボールを流し込んでセンターバックを引き出せば真ん中が手薄となり、クロスからシュートの確率が高まります。ただこの試合ではサイドバックが食いつくことはあまりなかったので、最初の攻撃の形を狙っている方が回数は多かったかなと思います。ではここまでどうやってボールを運ぶかというと、センターバックが持っている際に相手2トップに対してアンカー含めて3対2でボールを動かそうとしていました。相手はこのように基本的にはボールに行くのと、アンカーに寝させたくないのでアンカーをもう一人のフォワードが対応しているときにもう片方のセンターバックがフリーとなり、インサイドハーフが相手サイドハーフの前に立つことでここで2対1を作ります。なぜここで2対1ができるかというと、ウイングがこういう立ち位置を取っているのでサイドバックがなかなか出ることができません。もしサイドバックが出てきた場合はここにスペースが空いてウイングに走られてしまうからです。なのでここは常に2対1の状況でした。ゴールから守りたい相手は基本的には中央を占めるのでサイドバックがフリーになる状況が多かったかなと思います。では、サラー選手がスタメンだったクリスタルパルス戦ですね。もちろん相手のシステムが違ったのでシステムの違いもあるかもしれませんが、選手の特徴を生かした攻撃の形だったのかなと思いましたので解説します。サラー選手はやっぱりスピードが武器なので、スピード1対1の強さですねが武器だと思いますので、基本的にはワイドに張ってる状況が多かったかなと思います。そして相手は 4-1-4-1、4-5-1に近かったですかね、守備の時は。そういう状況の中でアンカーがセンターバックからフォワードの裏でパスを受けた際に、インサイドハーフはどちらかというとボールの横にポジションを取って、インサイドハーフが本来いるべきポジションにサイドバックが偽サイドバックとしてポジション入ることが多かったかなと思います。このパターンとアンカーがボールを持った際に、サイドバックがシンプルにここのポジションに入ってインサイドハーフはそこのポジションを守る、こういったパターンと両方あったと思いますが、今回はこちらのパターンの解説をしたいと思います。ボールを横に動かした際にサイドハーフが絞らなければサイドバックがフリーとなり、センターバックが食いつけばフォワードのところは1対1ですし、サイドバックが食いつけばウイングがフリーとなります。このインサイドハーフにボールが入った際にサイドハーフが絞ったとしたらウイングがフリーとなり、ここが遅れて対応してきたとしても1対1の状況で仕掛けることができます。もしサイドバックのアプローチの仕方がうまくて1対1がなかなか仕掛けられない状況だったとしても、サイドバックがインナーラップしてクロスからシュートという形もあったと思います。
いかがでしたでしょうか。同じシステムだったとしても、もちろん相手のシステムの違いもありますけども、3トップの特徴で立ち位置が変わり、攻撃の仕方が変わる。非常に面白い2試合だったのではないでしょうか。ぜひ皆さんも直近2試合のリバプールの試合を見てみてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次のエピソードで会いましょう。さようなら。